兄貴、これがホストクラブってやつなんすか？下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗。しかしそのどちらもが、キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛だが、そこには高い。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがそれでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。辰川というものをお探しでしたね。そうだ、辰川はここにいるんだろうな。ドイツだ。残念ながら辰川はもうこの。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただ飲み込みが早くて助かります。兄貴、あのリングはホスト同士を殴り合わせる。普段は客がひいきにしているホストを指名して、レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮が。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。俺も安く見られたもんだな。こんなところ帰るぞ、ユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはねえ。よう、あのリングであんたを倒せば辰川の情報を聞かせてくれるのか。ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。き、ユータ、どういう。兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に辰川の情報まで。俺がカムロ町に来たのは辰川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてた遥ちゃんを傷物にしやがった。それを考えると腹渡に煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は辰川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持って当店自慢。そのお時間、本日のシェフはこの私、スターダストオーナーハン・ジュンギが務めさせていただきます。ユータ、心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切って怠慢。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になった。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあゴングを。
うわもう一丁なかなかいいよ、ユータ君。これで君も、キリュウの兄貴に顔が立つでしょ。な。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前に痛められようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで、私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に、私は今胸が躍っています。何とでも言え。約束は忘れるな、半純義。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ロングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。Hey!
余興は終わりだ。半熟。